そうですね、毎回ランナーは出しながらも、あんまり調子は良くなかったんですが粘れて良かったなとは思います。はい、同期の末金選手が先制タイムリーと逆転スリーランで4打点、どんな気持ちで見守っていましたか？もう絶対に打ってくれると思って見てました。はい、今日もチャンスをいただいたので絶対掴んでやろうという思いで1打席目から行きました。バッティングカウントだったので、しっかり振り抜いて狙ってたの で、打った瞬間も良かったんですけど、審判さんを含め誰もホームランって言ってくれなくて、全力でダイヤモンドを走ってました。皆さんお気づきかと思いますが、野手のヒーローインタビューは30代のすごいおっちゃんたちばかりで、若い選手が全然上がれてません。そのすごい30代のおっちゃんたちに負けないように、しっかり死に物狂いで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。